理算祭的書きソロの13回目なんですけども、あの教室でやった内容が、ね、だいぶ間違ってまして、まあ、私の理解が浅かったのがいけないんですけれども、でここであの今、修正したものを、まあ、取り直しているということになります。 でですね、や,やったのはです、ね、この最小費用流問題に対する容量スケーリング法なんですけども、まあ、容量スケーリング法はです、ね、最大流問題のときにも扱ったわけです。で、まあ、それ、最小費用流問題のときも考えましょうということなんですけども、まあ、それをその授業でやりまして、や,まあやったつもりになってまして、であの大幅に間違えたと。で、まあ、間違えた理由はいろいろあるんですけども、まあ、それはです、ねまあ、言い訳してもしょうがないので、まあ、今からまあ正しいと思っていることをやっていくと。まあ あの教室でも正しいと思っていることをやったわけなんですけども、それでもその間違ってたということで、まあ、今からやることもちょっと間違っているかもしれませんけども、まあ、自分の中では正しいと思っていることをお話しするということになります。それでですね、えっとまあ、気分としては、この前回、ですねこの中時最短の方をやったんですけども、これがですね、えっと、ギター公式時間のアルゴリズムだったんですよね。で、そのまあギター公式の部分をうまくスケーリングを導入することによって弱多公式にしたいと。 いう話になるわけです。でそれがまあ一つ目の話です。で、もう一つですね、あの別のアルゴリズムである手相追放っていうのも、あの、次回の準備というか、まあ次回はこの手相追放を主に扱うんですけども、まあそれを、えっと、一応どういうものなのかってことをご紹介するということを今日やりたいと思っています。はい。で、まあ、蓄積最短の法、どういうものだったかってことをまず復習します。えっと、最消費余裕問題ではですね、えっと、グラフ G と容量を表す U、そして、えっと、 費用,ですね、費用を表す C っていうのがあって、あと B っていうこのあの供給と需要を表す関数も与えられているとで。その時きにまあ B 流と呼ばれるものと、の中で、その費用が最小のものを出力したいんですけども、まあ、その時にです、ね、一緒にです、ね、このポテンシャルっていうものも、えっと、出すと。で、それはですね、この簡約費用最適性条件というものがありましたけども、そこに書かれている不等式を満たすポテンシャルを出すということです。 で、それをまあ行いたいんですけども、これをいきなりですね、行うんじゃなくて、あの、順々に行っていく、蓄積的に行っていくと。何かっていうと、はじめ、この、えっ、ー、と、供給も需要もですね、ゼロのところからスタートしましょうということをします。で、その時はですね、で、それに対する、まあそのまあ最小費用量と、その追となる、えっ、ー、と、ポテンシャルを考えます。で、ここれをってですね、その次の B っていうのを、まあ、まあ作るっていうか、次の、えっ、ー、と、この B をですね、少し大きくして、それに対する、 その B1 流と対応するポテンシャルっていうのを出力しましょうと。で、これを続けていくと。で続けていって、まあ、その、えっ、ー、と、軽快な反復のときに、最初あの、初めに与えられた B に対するものが得られるようにしたいということをすると。で、このですね、一連のこの流れの中で、この B というのが、まあ、単調に増加するようにすると。まあ、増加っていうのはです、ね、何をもって増加というのかというと、このまあ、需要量とか供給量が単調に増加するようにすると。 ということですね。だからこの B というのはこれ,これ関数なんですけども、その関数の値の絶対値の和が単調に増加するようにしたいというふうなことを考えます。で、今ですね、えっ、ー、と、す、ま、べ、あ、てのデータ整数であるということをまあ仮定しているんですけども、そうすると、増加するときには必ず、その1は増加することになるので、必ず停止するということになります。で、実際どういうふうな動きなのかということをちょっとやっていくと。今これ えっと、入力の例として今考えているものなんですけども、えっと、V0 に3という供給、V2 に1という供給、V3 に1という需要、V5 に3という需要があると。で、この個についている数値は青い方が容量で、緑色の方が費用であるということですね。で、まずこれも初期化なんですけども、すべての個の上には0を流して、すべての頂点の上のポテンシャルを0としましょうというところから始めるというふうにします。で、 えっと、何をするかというとですね、まあ、ここに書いてあるのは、あのいわゆるあと補助ネットワークです。まあ、今、何も流れてないので、補助ネットワークは元のネットワークそのまま書かれているということになります。で、ここで、まあ、この流す量をですね増やしたいんですけども、どういうふうにするかというと、こういうその新,新しいネットワークを作りますと。で、どういうふうに作ったかというと、真ん中の部分はですね、この今書いている補助ネットワークと同じです。で、S という頂点と T という頂点を新たに付き加えています。で、まあ、これ、 えっと、S からはですね、えっと、供給のある頂点に向かってこう出すと。で、T には需要のある頂点からこう出すというふうにしています。で、S から出ているこの容量と費用は何なのかというと、容量はですね、その供給量ですね、今、まあ、V0 の供給、A の供給これ3なので、その3をですね、えっと、容量としていると。で、費用は0にします。右側もそうですね、V2 の供給1ですから、えっと、 容量を1にして費用するとすると。で、t の方なんですけども、これは、えっと、需要のある頂点から出していると。で、その需要量が、そのこの、容量になってると。で、費用は0です。という私のこの、ネットワークを作ります。で、これを作ったら何をするかっていうと、s から t に向かってですね <laughs>、えっと、簡約費用を受けるとする最短 st 路を求めます。まあ、今この1とかのとこ、あの書いてあるこの緑色のところ、これ今、費用なんですけども、まあ、一般的にはこれ簡約費用になります。 えっと次の段階では、これ、簡約費用になるので、まあ、そういうふうに思っていてください。で、今の段階では、この簡約費用は、費用と同じですね。いうことです。で、えっと、それを距離とする形で、最短経路を S から T まで求めると。で、その時には、この S から V0、V3 を通って T に行くものが最短経路になっています。ここに今、オレンジ色で書いている数値があるんですけども、これは S からその頂点までの距離を表しています。 で、えっ、ー、と、今、これ見つかったですね、この見つかった最短経路に沿って流せるだけ流します。流せるだけってどういうことかっていうと、今ですね、この、えっ、ー、と、容量を見ると、順に3二1なので、まあ、その容量を超えない範囲で流そうと思うと、1だけ流せるということになります。なので、まあ、1だけ流すということをすると。で、この状況をですね、こうまああの左側の元の状況に持っていくとことをします。つまり、この V0 から V3 に1流れてますから、それをここに移すと。 V0 から V3 のところにい置だけ流れている形にしましょうというふうにいきます。そうするとこうなると。ここだけ1になると。で、もう一個ですね、ここの今、その、えっと、流れている量を変えているんですけども、同時にですね、このポテンシャルも変えています。で、どう変えているかっていうと、ちょっと前のページに戻りますが、どう変えているかっていうと、今、オレンジ色でですね、その距離を計算したんです。で、この距離の値を、元々のポテンシャルから引く、引くですね、引きます。で、まあ今、負の値になっているんですけども、こんな形にすると。 いうふうにします。いいですかね。で、今、1だけ流れているという状況が出ているということになります。で、今、この状況に対する補助ネットワークを作ります。今こう1人、1のところ1流れてますから、逆向きの子がある。で、その比をマイナスになっていると、こういう形になっています。いいですかね。で、何をするかというと、またここで、その、えっと、新たに流したいということを考えるわけです。で、そのために、同じように、 ネットワークを作ります。ただですね、今は、えっと、この真ん中の部分ですね、これはこの補助ネットワーク書いてるんですけども、費用は今これ、簡約費用になってます。例えばこの V0 から V3 に向かっている子、これ、えっと、今これ、費用2なんですけども、もともとは、簡約費用って何だったかっていうと、UV というのが、えっと、こういう子があったら、えっと、この子、えっと、の簡約費用は、 ですね、えっと、CUV-PU p ラス PV と、この、この費用から、地点のポテンシャルを引いて、終点のポテンシャルを足すという形になっているということですね。はい。で、これを作っていると。そうすると、これですね、えっと、どこの、えっと、簡略費用を見ても、これ全部ゼロ以上になっているという形になっています。ですかね。ってことなんで、何かっていうと、ここの状況では、 えっと、解約費用最適性条件が満たされているということなんですね。つまり、ここの状況は、ある、えっと、供給と需要に対して最適費用量になっているということなんですね。で、それは何なのかっていうと、V0 の供給が1、V3 の供給が1の場合の最小費用量が今得られているということが、この解約費用最適性条件、解約費用がすべて0以上であるということ,がことから分かるということになっているわけです。はい。で、それで、 えっとこのネットワークでどうやって作っているかというと、またこれ S と T もこれ、付け加えてます。で、えっと、供給があるところ、需要があるところからこう出しているんですけども、今ですね、V3 の需要1っていうのは、もう満たされているので、V3 からはこうは出さないということにしています。で、V0 における供給、もともと3なんですけども、そのうちの1はもう使っているので、この V0 には供給が2残っているというふうに思うわけです。で、そうすると、S から V0 に向かっているこの容量は、その残っている 供給2というのをつけるというふうにします,ですか、ね。で、このネットワークで最小費用、えっとえっと、最短経路をまた求めるということをします。まあ、こんな感じになると。今、またこのオレンジは距離なんですけども、こ,れこの場合、全部ゼロになっているということになりまして、でこの SV2V5T に向かっていくものが最短経路です。で、これに沿ってです、ね、またこ流すんですけども、容量を見ると1、3、3なので、まあ容量いっぱい流そうと思っても、1までしか流せないと。 ということになりますで、1、まあ、流しますということを決めると。で、そうしたら、またこれを左側のところに持っていって、この V2 から V5 に流れている量を0から1に変えましょうと。で、同時にポテンシャルも更新するんですけども、今この距離は全部0なので、ポテンシャルは元のポテンシャルマイナス距離で、まあ、距離が0なので元のままになるという形で更新されます。ここですね。今、こう1、1と。で、合計2だけ流れているといういい形になっています。 で、また同じことを繰り返すてですね、えっ、ー、と、補助ネットワークを作って、ここのネットワークをまた作りますと。真ん中の部分は簡約費用ですで。S と T があって、まあ、S からはまだその供給が残っている V0 にだけこを出して、T の方は需要が残っている V5 からだけここが伸びているという形になっています。でそうすると、これまた見ると、簡約費用が全て0以上になっているということなので、まあ、ここの部分はある 供給と需要に対して最小費用量になっているということになります。それでは今、この V0 と V2 に供給が1ずつあって、V3 と V5 に需要が1ずつある場合の最小費用量になっているということなわけです。いいですかね。で、まあ、ここで流すということをまた行います。えっと、最小、じゃなくて最短ですね。最短度を求めるということをして、書かれている数値が、その、えっと、オレンジですね。オレンジで書かれている数値がその頂点までの距離と。 S, S からの距離ということになります。で、この倍最短路が S から V0、V4、V5、T に向かっていくものになるということになりまして、この、えー、と容量がですね、最小値、容量2ですから、2だけ流せるということになります。で、まあ、2流しましょうということになって、流すとこういう形になると。今、このポテンシャルの更新も行いましたと。じゃあ、えっ、ー、と、今、この状況なんですけども、またじゃあ補助ネットワーク作りましょうと。で、作って、またこのネットワーク作ると。 でそうすると、もうすべての、えっと、需要と供給はもう満たされてるんですので、まあ、S から出ていく子もないです c T に入っていく子もないと。で、観約費用を見ると、これ全部0以上になってるので、すべての供給と需要が満たされて、観約費用すべて0以上なので、元の状況における最小費用流が得られましたということになる。つまり、これが求めたかった最小費用 B 流ですということになるという話だったわけです。いいですかね。で、まあ、これが、 逐次されたの,の方の動きだったというとなります。まあ、一応言葉でいくとこんな感じなんですけども、これ前回見せたものと同じです。まあ、あのこういうなんかアルゴリズムの技術を見て考えるよりも、まあ、例の方が分かりやすいと思うので、まあ、例でまず理解して、例の中に何かその曖昧だなと思ったところがあったら、まあ、この,あの日本語というか、文語を見てもらうと。まあ、文もそんなにあのしっかりと書いたわけ,わけではないんですけども、まあ、一応これも見てもらうということになると思います。 はい、で、これはですね、えっと、正しいアルゴリズムなんですけども、えっと、計算上どういうふうに形にな形なのかというとですね、この反復がですね、1つ進むごとに、この需要と供給を表すこの B っていうこの関数のですね、絶対値の和が必ず 2, 2ずつ上がる、2以上は上がる、供給の分で1、需要の分で1は必ず増えるので、えっと、2は上がるということが言えると。 ですでそうする,すると,、えー、と、どんどんどんこの0から始まってですね、この,この和がですねこの和が0のの時から始まって、えー、と最終的にこの、えー、とどん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 こう単純に上がってくるんですけども、このもともとの入力にあった B におけるこの絶対値の和っていうのも、ある決まった値なので、そこに到達したときには終了するということになるわけです。だから、まあ、反復関数は元の関数に対する絶対値の和。 の2分の,1回2分の1以上以下になると。で、これは、えっ、ー、と、まあ、たかだか NB のオーダーですよと。まあ、この B 何だったかっていうと、これはこの絶対値の最大値ですね。MaxBV の絶対値というふうにするということでしたということになります。で、えっ、ー、と、 反復回数はこんな問題な,な、こんなもんなんですけども、えー、と各反復で最大の,の計算をすると。で、最大の,の計算には、例えばダイクストラ法というのを用いればよろしいということになりまして、まあ、ダイクストラの法の計算量、この m プラス n ログ n なんですけども、まあ、それにか,か,かける、今の反復回数 nb っていうのをかけると、まあ、それだけ、えー、と時間を使えば必ず停止しますよということが言える。まあ、ただしですね、その2ずつ増えていくとかって言ってるのは、この容量とか、需要供給を表す b っていうのは整数の場合です。 はいかれた理由問題のときも言ったんですけども、この、えっと、入力がですね、実数とかだとですね、こう,うまくその、えっと、止まらないとかってこともあったりするので、この整数であるっていう過程はですね、えっと、この停止をするためにはですね、必要なんですけども、えっと、必要とか、えっと、この場合はそれを使っているんですけども、その場合にはこの計算量が出てくるということになります。で、問題はですね、この B っていうのがそのまま出てきていると、これデー,データの数値そのものなんですよね。で、これは、えっと、この計算量は、 次、多公式時間なので、つまりこれは多公式時間アルゴリズムではないということです。多公式時間アルゴリズムではないとね。で、今からの目標は、これを多公式時間アルゴリズム、まあ、弱多公式時間アルゴリズムにしたいということです。で、そのためにスケーリング法を適用しましょうということをやっていきます。はい。 で、それが今からやることなんですけども、でですね、その教室で間違えたんですね。で、間違えたんですけども、えっと、間違えないようにやる方法は、実はなんかい,いろいろとあるようで、で、そこら辺がですね、まあ、いろんな、あの、本とか論文を参考にして、まあ、勉強したわけですけども、本とか、あの、いろんなものによっては、その、記述が違うんですね。この容量スケーリング法のですね。で、その、いろんなものを参考にして、変に割って、割て、てしまったから間違えたんですけども、えっと、 そうなんですねでそれが良くなかったんですけども、でえっと、今からは、まあ、その教室でやった説明とはちょっと違う説明をするとで、そのために準備がいるんですね。準備がいる。で、それをやっていこうと思います。で、この準備って言ってるのは、まあ、容量スケーリング法に対する準備っていう形で今からは紹介するんですけども、どちらかというと、えっと、最小費用流問題というものに一般的に成り立つ性質になります。で、それをご紹介します。 で、ななのかというと、これ、容量無限大の場合に変換って書いてあるんですけども、今ですね、その最小費用流問題を考えるときには、グラフと容量と費用、そして需要と供給っていうのが与えられますよっていうふうに言っていたんですけども、そういうふうに与えられた入力を、容量が無限大の場合に同値な形で変換できます。ってことを紹介します。これで、これ必ずできるんですね。で、 今それでどういうふうな変決を行うのかということを例を使ってまず説明します。で、先に言うと、この右側に書いてあるのが、この今、左側に書かれている入力を変換した結果です。結果です。で、ここでは、すべてのこの容量無限大なので、えっと、その各個に対して、この左側のようにその2、2つ容量と費用を並べて書くということはしてない。せずに、まあ、容量無限大だから、ここの個の上に書かれている数値っていうのは、もう費用です。費用しか書いてないというふうに思ってください。 ですねでまあ、左側の方に供給があって、右側の方に需要があるというのは、こんな形になっています、はいで。これを今、どういうふうに作っているのかということを説明しますまず。まず作り方を説明します。で、もともとのです、ね、グラフというか入力があるわけですで。そこからまずこのグラフを作るんですけど、どういうふうに作っているかというと、右側は元のグラフの頂点がそのまま並べられています。V0 から V5 まであるんですけども、それがこう右側に並べられているということになります。 で左側にもこれ並べられている頂点があるんですけども、これは、えー、と左側の,です、ね、元,の,元,の元のグラフの個に対応しています。例えば、V1、V2 っていうこの頂点が右側のグラフにあるんですけども、これは元のグラフにおいて、V1 から V2 に向かっている子に対応しているというふうに思ってください。えー、とちょっと次のページ行ってみようかな。だから一般的には UV っていう子に対応するのが頂点が左側にあると。 ちょっとこれを出すと、あとでしょからこれ、これですね。だから、そういうことを考えると、元のグラフにはですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9個があるので、左側のこの部分ですね、ここには9個、1、2、3、4、5、6、7、8、9個ですね、頂点があると。これに対応する頂点があるということになります。はい。でですね、この右側の方のグラフの個は、必ず左側から右側に引かれるという形になっています。 ですね、でどこに引かれるのかっていうと、それが次のページで、こんな形ですね。今ですね、まあ、ちょっとまた例で見るんですけども、V0、えっと、V3、例えば V0、V3 っていうこの項に対応する頂点があったら、その項、えっと、の支の点である V0 に向かっていくこと、終点である V3 に向かっていく項があると、こういう形になっています。だから一般論でいうと、UV っていうその項に対応する頂点があったら、支点である U と終点である V に向かってこの項が出ていると。 この形ですね、だから、この左側の頂点から出ている子は必ず2つです。で、その終点と視点、視点と終点に向かってこかれているという形になっています。いいですかで、それらの子の容量は無限大です。無限大です。はい。で、今からその子の、えっと、費用をつけるんですけども、ちょっと一般的な方から見ますね。一般的な方で見ると、UV っていう子があったら、 この支点 U と終点 V に向かって子が出てるんですけども、支点に向かっている子の費用はゼロにします。で、終点に向かっている子の費用は、この元々の UV の費用をつけますということになります。だから例えば、この V0、V4 っていう子がうあったら、V0、V4 っていう子はここにあるんですけどもね、あるんですけども、えっと、V0 っていう支点に向かっていく子と、V4 っていう終点に向かっていく子がありますと。で、支点に向かっていく子の費用は必ずゼロです。 で終点に向かっていくこの、えー、と費用は、この場合、今これ2になってるんですけど、この2っていうのは、もともとのグラフで V0 から V4 に向かっているこの費用に、これが書かれているということになります。ですかね。でそういう形で、この右側で今作っているグラフのこの費用が決まるということになります。ですかね。で、これでグラフと,、えー、と容量と費用が決まりましたと。右側でですね。で、あとは需要と供給を決めます。需要と供給を決めます。で まず供給のほうですね。この供給、この左側にあるんですけども、これ、何なのかっていうと、その元のグラフの個に対応する頂点があるんですけども、例えばこの V0、V3 っていう個に対応する頂点を見ると、その供給、今2になっています。で、これはどこを見ているかっていうと、この V0、V3 っていう元のグラフの状況における容量です。容量をその個に対応する頂点の供給とします。 別にどう見ましょうかね。例えば V1V2 っていう項を見ると、V1 から V2。この容量、えっと、4ですから、V1 から V2、V1V2 っていう項に対応する頂点に入ってきている供給が4になっているということになります。で、このようにして、まあ、作るとあ。その供給を作りますということになります。ですかね。で、右側の方にも需要があるんですけども、需要の方の作り方がちょっと難しい。 で,これちょで、これをやるんですけども、これはですね、ここに書かれている、これを、えー、と計算します。で、これは視点であろうが終点であろうがこれあの変わらないので、えっ、ー、と、この、まあ、この頂点を見て、その頂点に対して何なのかということを考えますと。で、見てほしいのは、このカッコの中ですね。これです。これを見ます。で、まあ、V という頂点があったら、V という頂点があったら、まあ、そ,そ,そこにおけるまあ需要と供給を持ってきます。BV です。BV です。で、注意しなくちゃいけないのは、BV っていうのは、これ供給だったら正。 需要だったら負です。いいですか。だからそれは注意をしてください。BV が正のときには、これは供給を表していて、BV が負のときには、これは需要を表しているというそういう形だったと。いいですね。だから、例えばこの元のところで V5 のところにこれ、あの 需要が3あるとこれ、これ書いてるんですけども、これはその V5 における B の値がマイナス3であるということだったってことは、それをちょっとあの思い出してください。ですね。で、それが BV です。で、BV から、ここの値を、この和を引きますよっていうふうに書いてます。で、これ何なのかというと、ちょっと思い出しながらやっていくと、この、えっとですね、デルタプラス V。これ,のこれ何だったかっていうと、これは V を終点とする、違います支、ね、点ですね。V を支点とする の集合ですと。で、そういうものを持ってきます。だから、えっと、これは集合ですから、集合の要素である A っていうのは V を支点とする個です。この A っていうのは V を支点とする個です。で、そういう個に対して UA っていう要領を全部足して、その相和を BV から引きましょうというふうに言ってるわけです。で、それをこの V における需要としましょうということですね。だから、だから例えばですね、 V1、えっと、っ,っ,って頂点においてはどういうふうになっているかというと、ちょっといらないものを消しながらやっていくと、えっと、ここら辺消したい。V が、v 今何て言いましたっけ、えっと、?V1 の時 <laughs> BV0 です。えっと、V1 においては需要も供給もないですね。で えっと、ここですね。この輪の部分ですね。この輪の部分は何なのかっていうと、V1 から出ていく、V1 を支点とする項をると、これ2つありますと。えっと、V1 から V4 に向かっていくものと、VD に向かっていくもの。で、これは、えっと、で、要を見ると、これ4と3ですね。だから、この輪は4足す3で7になります。ですか。ってことで、このカッコの中身全体、これはマイナス7です。ですか。だから、マイナス7ってことは、需要7がある。 V1 において需要7があるという形になるわけです。いいですかこういう感じになります。別の例を見ましょうかね。別の例を見ると何かいいかというと、えっと、別の例を見ると、V3、えっと、やりしょかね。V3。ょっ知ってから。ですで、V3。 V3 をやりましょうと。でそうすると、V3 において、1って供給がありますから B v、BV はマイナス1です。いいですかマイナス1です。はい。で、V3 から出ている子、V3 を支点とする子っていうのが1個ありまして、その容量1なので、この輪の部分、これ1になります。だこれ全体としては、マイナス2ですね。になります。V3 における需要は2です。という形になると。いいですかという形で、この右側の えっと、供給を作っていくという形になります。いいですかね。こういう形になります。はい。で、それで、えー、っと、需要と供給ができましたので、これで、この右側のグラフ、この変換した後のグラフの構成は終わりです。これでおしまい。このように構成しますということです。で、ちょっと説明の順番がちょっとわかんないんですけども、 そうでこのように構成すると何が言えるのかと、例えばですね、今、この構成した方のグラフにおいて、この V2、V5 っていう、これに対応する頂点を見ましょうと。で今、これ、供給3があるわけです。供給3があります。で、この3っていう供給をなんかまあ分けて、この2つのこれにして流していくわけです。で今、例えば上の方のこ,うこの視点に対応する頂点に向かって1だけ流して、終点に向かっていくに対応する頂点。 に向かって2だけ流すとすると、まあ、3がです、ね、ちょうどきれいに1と2に分かれるという形になります。で、これを元のネットワークにおいては、V2 から V5 に向かっているこにおいて、この終点に向けて流した2っていうのがここに流れてるんだよというふうに解釈し直しましょうというふうにします。いいですか でそうすると何が言えるかっていうと、今、この V2、V5 に対応する頂点から上に1、下に2流してるんですけども、これによって生じるコストは、上にだけ1流れた部分の費用は 1×0 で0になります。で、下に流れた部分っていうのは 2× その項に対応する費用3で6になります。で、その費用っていうのが、この V2 から V5 に向かって流れている 2×3 の6と同じになるわけです。ですか。ってことで、このように、 すると、えっと、あで逆にですね逆に元のネットワークによってですね V2 から V5 に,に流れているという状況があったら、それを右のネットワークでは V2、V5 v というですねこれに対応する頂点からその終点に向かってに流しましょうと、で残っている位置を上に流しましょうと、支点の方に流しましょうと、というふうにすることによって、この間にですねうまくこう対応ができるわけです。対応ができます。 いいで,すかで、重要なのは何かっていうと、これ今、1って流れてるのは、これはですね、えーと、この容量制約を目指してなくちゃいけないわけです。だ,だから多くてもこれ3までしか流せませんし、えー、と負の量を流せないと。流れてる量は0以上だということになってるわけです。だから、0から3までの値を、この V2 から V5 に向かっているこの上を流れるんですけども、その量っていうのが、この V2 から右の方のでの、ね、ネットワークでは、 この V2V5 っていう頂点に3という供給があって、それをうまくこう分けているということで表せている。だか0から3までの間の値しか取れませんよってことをちゃんとこれ表現できているということになっているわけです。いいですかねで。ということを、そういうことによって、えっと、各個の上を流れている流量が何か与えられていたら、それに応じて、この個から出ていく流れっていうのを、えっと、決められますと。 で,そ,うするでそれによって、この左,、えっと、左側のこの、えっと、流れている状況における費用と、右側における費用っていうのが一致するということが言えるわけです。で、もうその時1個問題があって、今、ですねこの供給をうまく分けて流してますよというふうに言ったわけです。 でその時にですに、ね、この右側のですね方の頂点における需要がちゃんと株すなく満たされているかどうかということを確認する必要があります。でそうでないと、ちゃんとこれがです、ね、右側における、えっと、右側における需要と供給をちゃんとその満たすような流れになっていることが言えなくって、困っちゃうわけです,ですか、ね、でそれを今から確認します。 つまりその右側の頂点において、必ずここに書かれた供給というのが、株不足なく、ちょうどぴったり満たされますよと。どのように流したとしても満たされますよということを今から確認します。で、まずま、この例においてはちゃんとなっていて、例えばですね、この V0 っていう頂点を見ますと、V0 です。V0 にはこう3つ個が出てきてるんですけども、えー、とそのこの上に流れてる量が今、2、1、0です。で、そ,そのまま、需要である3にちゃんと一致しているということですね。こういう形になっていると。 V4 も見てみましょうと。と V4 に入ってきている子は4つあって、えー、と5つあって、その、えっと、流量は2 0 0 1 1だからこれ足すと4になりますね。4になっていて、ここの需要である4と一致しているという形になっていると。で、これがですね、この例では成り立っているこれっていうのは、この右側の頂点において、流入量が 需要に一致しているということになっているんですけども、これはです、ね、一般的にちゃんと言えます。それは、ですねこ,この式を見れば、式とでもともとの作り方を考えると分かるということになります。でそれはちょっと後であので説明するんですけども、じゃあ、今からちょっと一般論をやっていきます。一般的にこのグラフ G、超、えー、点集合 V、固集合 A であるようなものと、容量、U、費用 C。 と、えっと、需要と供給を表す B というものが与えられていると、そこから右のようなグラフはどのように作られたかというと、まずグラフの方ことを G' と呼ぶんですけども、頂点集合は元のグラフの個の集合と,、えっと頂点の集合をま合わせたもの、先ほどの図のイメージでいうと、こう左側の頂点集合はあの元々のグラフの個集合そのものですよとで、右側の頂点の集合は元々のグラフの頂点集合そのものですよというふうに思っているということです。 で新しい個の集合と、新しい容量、新しい費用、新しい需要と供給というのを今から書くんですけども、個の集合は今作った通りで、どういうふうだったかというと、えっと、元のグラフの個と頂点の組ですと。だからこれはその A からっていう頂点から、か V っていう頂点にこの個が出ている状況を書いているんだけども、どういうときなのかというと、まずまあ V っていうのは元のグラフの頂点ですと。A は、V を支点とする頂えっと まあ、v を支点とする子か、V を終点とする子ですよということをこう言っています。ですね。デルタプラス V というのが V を支点とする頂点、この集合。えっと、デルタマイナス V は V を終点とする子の集合でした。だから、えっと、V に接続している子が A ですよという場合に必ずこういうのを作りましょうというふうになっているということでした。だから、これはその前のページの追加方をそのままちょっとあの数学的に書いたものです。はい。で 容量は全部無限大にしますよというふうに言ってましたね。で、費用ですけども、まあ、A から V に向かっているときに、これ、下の、もう、持ってますね。えっと、UV っていう子から U とか V っていう頂点にこう、こ、え、が、っと、あるんだけども、支点の方に向かっているときには、その費用はゼロ。えっと、終点の方に向かっているときには、その費用は元のグラフにおけるその子の費用を持っていきましょうということですね。いいですね。いいですね。 いいかなと。これちょっと今、なんか、プラスとマイナスがあったからと思、えっとデルタプラスっていうの、デルタプラス V っていうのが、V を支点とする、えっとこれ、個ですので、いいですね。ゼロですね。はい支点の方がゼロで終点の方が C と。はい。で、このようにして、費用を定めますと。はい。で、あとは、この供給とか需要を定めるんですけども、この A が、えっと、元のグラフの個である場合には、そこに対する需要、 じゃあって供給というのを、その A の、えっと、なんだっけ、容量としましょうと。ししで、これを供給として当てると。で、需要の方は先ほどの式の通りに、このようにしましょうという形で作るというふうになりますと。この V は、えっと、ラージ V の要素である。こういう形で、えっと、この新しい右側の,方のえっのネットワークを作りましょうという形で作るということになったということですね。 何なかっていうと、これ元のところでこの U から V に向かっている個に FUV 流れているという状況があったら、その時には、えっと、この UV っていう個、えっと、を表す頂点から、支点の方には、えっと、容量マイナス重量、終点の方には重量そのものを流すようにしましょうとすると。でそうすると、必ず、えっと、この子における、えっと、費用。 FUV×CUV というのが、この2つの個における費用の和と等しくなって、全体的にもこのようにして作ると、費用がちゃんと一致しますよということにな,るとなりますということだったわけですね。いいですかね。で、あと確認しなくちゃいけなかったのが、今、この UV における供給は、このまあ2つにこう,うまくちゃんと過不足で分けられているんですけども、頂点の右側の方から見たときに、この入ってきている。 えっと、流,入量流,流入量があるんですけども、その流入量がここにおける、ですねその頂点における需要と等しくなっているのかということを確認しましょうということがまだ残っていることです。で、それをやっていきましょうと。はい。で、今はですね、仮に、えっと、仮定として元々、もともと左側の方の F として B 流が得られているとしましょうと。で、その時に、この V っていう頂点における、この流入量ですね、流入量というか、まあ、あの、流入量ですね、えっと、V においてちゃんとその、 流量ほどの制約が成り立っているか考えると。だから、この、えっと、今、この右側のこの流れている量のことを F' というふうに呼んでいるんですけども、その V においては、その流出量マイナス流入量っていうのが、ちゃんとこの需要と対応しているとっていうことを確認します。ね、で、えっと、流出量がロですから、この流入量だけた見ましょうと。で、流入しているのは、この V に入ってきているんだけども、それは、えっと、V を支点とする こうの分と、V を終点とするこの分に今分かれると。今、マイナスついてますから、マイナスになってるる、ね。で、それで、今ですね、えっと、V を支点とする方のこの F'A ていうのは、これですね、容量マイナス流量という形でかけるというふうに定めていたわけです。こうなりますと。で、えっと、終点の方は、 ね、F そのものが出てくるという形になっていますということですね。でそうすると,、えっと、ここのマイナスとマイナスは、えっとえっと、かけるとプラスに変わります。でそうすると、これは、えっと、FA をの A をこのデルタプラス V の上で足してますから、それは、えっと、デルタプラス V になります。FA のここの和は F プラス、えっと、V になりました。で、FA のデルタマイナス V における和は、 F-V になると。これはその F-V と F-V の定義だったということですね。で、あとこの UA の和がここに残っているという形になります。でそうすると、もともと F っていうのは B 流だったから、F はえっと流量保存制約に出すわけですで。その流量保存制約から、この F-V-F-V というのは BV と等しいということになります,です、ね。後ろの和はそのままです。でそうすると、ここに書かれているものっていうのがちょうどここと同じですねと。 ということになって、これは確かに B'V ですねということになって、ちゃんと、えっと、この頂点において、流量保存制約が成り立っているということが分かりましたということになります。で、これ逆に、この等式をです、ね、これ逆にたどっていくと逆が、逆かどうか分からないけど、えっと、別の形でたどっていくと、右側の方がちゃんとこの流量保存制約を満たしていれば、左側の方、元のところで作っこのような対応で作った F が B 流,に B 流になりますよと、流量保存制約を満たしましょうということも同じように言えます。 ということで、この変換がちゃんとこう正しくできていると。つまり、えっと、右側のネットワークで最小費用 B' 流っていうのを見つけたら、この変換を通して、左側の元のネットワークにおける最小費用 B 流が見つかりますよということになるということになります。いいですか。ということで、えっと、こういうことが分かりましたと。まあ、最小費用流問題において、頂点数 n 個数 m の入力っていうのは、頂点数が n プラス m、個数が 2m。 で、容量が無限大である、同値の入力に変換できますと。で、まあ、変換にかかる時間は、まあ、これ、線形時間です。まあそ、あの難しくてやってないと。入力をざっと舐めて、一つずつ作っていけばよろしいということになります。で、一応、まあ、頂点数と、こ,この数、こう書いてますけども、ちょっと戻りますと、もう一個かな。戻りますと、まあ、このように作ったものは、えっと、もともとのネットワークのこの数プラス頂点の数だけ、えっと、頂点があって、この数っていうのは、この左側の各頂点から二つずつ、 こう焦がれてますから、元のネットワークのこの数かけるになっていると。いうことですね。だから個数は2 m ですと。ですね。で、これは言えますと。で、まあちょっと特にって書いたところと、これ一応読むんですけども、えっと、その新しく作った需要と供給の最大値、絶対の最大値なんですけども、えっと、これはですね、戻ると、ここら辺ですね。この値がすごく大きくなりうるんです。 で、なり得る,るんですね。で、まあ、BV っていうのはすごく大きくなり得るし、ここもまあその、容量のわなんですけども、まあ、各容量の最大値かけるこの数ぐらいは大きくなり得りますと。だからそれをここに書いてます。えっと、BV の最大値と、この容量の最大値かけるこの数以下ではまあ抑えられるという形になりますと。で、今までですね、この えっと容量の最大値のことを U と書いてましたから、まあ、これは B プラス M 上ですという形になるわけですね。で、まあ、これがまああの今から容量スケーリング法をやるときに、ちょっとこの数値聞いてくるので、まあ、今出しておきましたということになります。で、容量スケーリング法は何なのかっていうと、このよう、ね、に変換した後の,この容量無限大であるような入力に対して適用するということをします。ので、これをご紹介したということになります。でですね、その 教師で間違えたというのがあったんですけども、まあ、あのこの要は、容量を無限大にすると、その,うちその間違いのうちの1つがです、ね、なくなる。間違いのうちの1つなくなる。ので、まあ、これを行いますということにします。で、ちょっと問題があって、容量を無限大というのは許していいのかと。無限大とは整数なのかというふうに思われるかもしれないので、まあ、一応言っとくと、まあ、無限大と書いてある,あ,あるんだけども、これはもうとてつもなく大きい整数だと思ってくださいと。 いうことです、すでとてつもなく大きい整数っていうのも、またちょっと実は問題があったりするんですけども、まあ、ここではあんまりちゃんと考えないというか、まあ、あの、こういうその無限大を扱うように、その、蓄字最短路法とか、まあ、いろんなアルゴリズムは、えっ、ー、と、なんだろうな、捉え直せますよと、その要領をですね、その、 明示的に扱わなくても、そのアルゴリズムを実装できますよというところがまあ重要なんだけども、まあ、今から考えていくその説明では、まあ、とてつもなく大きい整数であるというふうに見出してくださいというふうに思っておきます。でそうすると、今まで通りに考えられるということになりますので、そういうふうにしていきます。はい。で、そのような準備をして、今からこの容量スケーリング法っていうのを適用していくということをやっていきます。 はい、で、今、ここに書かれているネットワークに対して、えー、と容量スケーリング法を適用するということがあるんですけども、今考えるのは、容量が無限大であるような入力です。だからもう、ここでは容量書いてません。容量無限大です。だからここに書かれている数値は全部費用です。費用しか書いてないと。で、スケーリング法っていうふうに言っていて、容量スケーリング法って言ってるのは容量無限大とは何事だということになってしまうんですけども、実際これはスケーリングするのは、ここに書かれているこの需要とか供給です。 需要や供給をスケーリングしていくという形になります。で今ですね、需要と供給としてあり得る値は、まあ、3と1だけなので、まあ、この3と1っていうのをこの就職線上にこう並べているという形になっています。ですかね。で、えっ、ー、と、初めの段階では、で、だからこれをその、あの、メモリをこれ、あのだんだんこれ細かくしていくんですけども、まあ初、まあ、めはこれぐらいの細かさにしましょうと。まあ、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、0、えー、から3までのものは0。 4から7までのものは1に丸めましょうという形のスケーリングをします。でそうすると、この供給とか需要ですね、これは、えっと、今全部4未満なので0にスケールされると,ということになります。で、右に書いているのは、これは補助ネットワークです。で、補助ネットワークではちょっと今容量書いてます、明示的に。で、なんでかというと、えっと、もともとの ネットワークにおける容量が無限大であるからといって、補助ネットワークにおける容量がすべて無限大になるとは限らないからです。これは後で見ていけば分かるんですけども、だからまあここではちょっと無限大っていうのを、と明示的に書くようにしています。はい、で、えっと、この状況で、えっと、流せるだけ流します。で、そうすると、流せるだけ流すんですけども、えっと、今はこれは、容量じゃなくて、えっと、供給ですね、とか需要がゼロゼロなので、まあ、流せるだけ流しても、これゼロしか流さないということになります。 で、一応ですね、えっ、ー、と、これ最短の,の計算言ってますけど、これ最短の,の計算ではなくって、えっ、ー、と、どちらかというと、これは、あの、ポテンシャルの初期化ですね。ポテンシャルの初期化として、えっ、ー、と、すべての頂点のポテンシャルが0の形で初期化されますという形になります。で、この状況を元のネットワークに移すという形になります。で、今ですね、この、えっ、ー、と、0と1に、 えっと、スケールするっていう段階終わったので、次はちょっとあ、えっ、ー、と、メモリを一段階細かくして、0、1、2、3とこういう形にしましょうと。つまり、0、1はに、2, 2、3は1に、えっ、ー、と、スケールされるという形の状況を書いてます。で、そうすると、今、えっ、ー、と、3は1になって、1は0になる。こういう形で、右側のような状況が生まれるという形になっています。真ん中のところに書いてあるのは、これは補助ネットワークです補。補助ネットワークを書いてます。ですね。 今、0しか流れてませんから、まあ、先ほどと変わらない状況になっている。で、これで、えっと、逐次この状況に対して、蓄次最短路法を適用するってことをします。で、そうすると、まあ、この V0 から V5 に1単位だけでな流したいなっていう気持ちになるわけです。で、まあ、あの、流します。で、それをまあ最短の理想って流すわけですね。で、この場合、最短のこういうふうになっているという形になるので、えっと、それで流しましょうと。で、オレンジに書かれているのは、えっと、距離ですね。この、この場合は V0 からの距離にしています。 先ほどまで S とか T っていうのを付け替えるっていうふうにやってるんですけども、ちょっとそういうふうにやると説明しにくいんで、V0 から V5 に流すんだっていうふうにもう今、見なしてます。はい。で、えっと、オレンジが鳥ですね。で、こういうふうに今、まあ、流せたので、この流せた分を左側に持っていきましょうというふうにします。で、左側に持っていくときには、今、えっと、この流れてる量の2倍を持ってきますと。 こういう形にしますと。こういう形にします。で、えっ、ー、と、ポテンシャルも更新している。ポテンシャルはその距離を引くんでした。距離を引くことによって、このポテンシャル更新しましたという形になっています。でそうすると今、この2だけ V0 から入っていって、えっ、ー、と、2だけ V5 に入っていくって形になっているので、需要と供給としては2だけ満たされているという状況があるわけです。でも最終的には、この3たす1って4っていう需要と供給を満たす必要。 3、えー、と4という供給を満たす必要があるので、まだその満たされてない供給があるわけですね。で、それを考えましょうということになります。で、今次のスケーリングの段階に入っていて、これも一番、えー、とメモリが細かい段階ですけども、えーと、そのままの数値がそのまま出てきているということになっています。で、そうすると、えー、とこのまま1はそのまま一を出てきているんだけども、もともと3だったところがあります。 でこれ、今1になってるんですけど、なんでかっていうと、この V0 っていうところには、供給が3があって、本当はこれ3をそのまま書くんだけども、すでに2という供給を使ってるので、その残ってる供給をここに書いてます。残されてる供給を書いてます。これ、残されてる供給ですね。供給。V5 のところもそうで、この1っていうのは、えっと、残された需要です。 で、それを書いてますという形になります。で、この真ん中に書かれているのは、これは補助ネットワークなんですけども、今、例えば V4 から V5 では2っていうのが流れているので、V5 から V4 に向かって2っていう容量を持つことができているという形になっています。で、もう一つ注意なのは、この真ん中にこの補助ネットワーク書いているんですけども、そこの費用は全部今、簡約費用を書いています。簡約費用、このポテンシャルを使って簡約費用を使っていますで。そうすると、この簡約費用を見ると、どれもゼロ以上になっているんだっていうのが、この築地区最短の方の重要な、えっと、普遍条件だったということですね。 いいで,すかで、この状況で流しましょうってことをやるということをします。で、えー、っとですね、ちょっと細かいことがあるんですけども、先ほどみたいに、先ほどというか、初めにその復習のときにやったみたいに、S とかですね、T とかっていう頂点を付け加えてやると、少し不都合があるのでこういう、ここではそういうふうにせずに、どうするかっていうと、えー、っと、いきなり最短の計算して、ちょっと待ってくださいね。 えっと、先ほどとは同じじゃないんだけども、えっと、どういうふうにするかっていうと、今ですね、供給がある頂点、V0 と V2 があります。需要のある頂点、V3 と V5 があります。ので、その供給がある頂点と,、えっと需要がある頂点を1つずつまず選びます。で選んで、その間に流しましょうっていうその、えっと、その最短の視、ね、点と終点を固定して考えるっていうふうにしましょうと。でそのほうがちょっと都合がいいので、そういうふうにします。でここでは、今そういうふうにしているんですけども、例えばこの視点を V0。 そして終点を V5 というふうにして固定して、その間を流しましょうというふうにして、最短度を計算します。で、そして最短度を計算すると、この場合は、この V4 を経由,、えっと、経由するものが見つかるので、それに沿ってまあ1単位だけ流すというふうに、1単位っていうのはこの需要と供給ですね。供給と需要ですね。が1なので、1単位だけ流しましょうというふうにして、流すことにしましょうと。いいですかね。うん、で、今これは、えっとあみ、えっと、見守りが一番、 細かい状況なので、この1単位は、えっと、今流したらすぐに左側に持っていって、1単位ここで流すってことにします。で、流して、ここの、えっと、なんだっけ、補助ネットはクを書き換えます。こんな形になります。書き換えました。で、書き換わったんで、えっと、ここら辺、変わってると、容量が。で、重要なことは何かっていうとですね、今、あの、もともとの容量、無限大なんで、 このフォトネットワークにおいては、順向きの子っていうのは、どれだけ流してもですね、えっと、存在し続けます。だから、無限大マイナス3ってのは、これ無限大なんです。でそれがポイントで、まあ、こういう形になっていると。で、今、こういう,ふうに形にでき,できていて、今はえっと3だけ流されてますから、満たされている需要と供給は3になっていますで。そういうふうになっているので今、この V0 と V5 にはもう需要供給ないっていう状況になっていて、残っているのは V2 と V3 だけなので、今はだから、えっと、残っている供給があるのは V2。 でどこって需要があるのが V3 なので、あと V2 から V3 に向かって流しましょうということを決めて、最短度を計算します。そうすると、こんな形になると。で、最短度はこんな形で得られるという形になって、で、今、えっと、需要と供給1ですから、1単位で流しましょうということをして、まあ、ここら辺にですねじ、えっと、なんだっけ、容量が3という有限のコはあるんだけども、まあ、1単位は流せるから大丈夫という形になって、これで流しましょうということをすると。 で、まあ、対応する距離も得られているという形になっています。で、これ流すと、流しましたね。流して、今、満たされている需要と供給は4になるという形になります。で、えっと、ポテンシャルも変更されましたと。で、この状況の、えっと、補助ネットワークを作るとこんな形になると。こんな形になると。で、そうすると、えっと、もう需要と供給すべて満たされていて、 簡約費用す全て0以上ですから、確かに今得られているものが最小費用比理であるということが言えるという形になりますこれが容量スケーリング法の動きになります。いいでしょうか。はい。まあ、こんな形でやると。だから、まあ一応こういう形で書けますねという形で書いておきます。初期化としては、まあ竜は0。ポテンシャルも0としますと。で、k っていうのが、えっ、ー、と、 反復回数になるんですけども、この B ですね。B っていうのがこれが出てあります。えっ、ー、と、需要と供給の最大値のログプラス1の切り捨て。っていうッうにしましょうと。この決め方は、あの、最大流問題の時の、えっ、ー、と、ラージケールの決め,方決め方と同じですと。決め方と同じですと。で、えっ、ー、と、反復を動かしますけども、その新しい需要と供給は、もともとの需要と供給の絶対値を2のラージケールマイナス形状で割って、そこにま正しい符号をつけると。 えっと供給だったらプラス、需要だったらマイナスという形ですね。でそのものをつけましょうという形で、新しい需要で供給を定めますと。で、前の段階の、えっと、得られている流れを2倍したものを初期流として、えっと、前の段階で得られているポテンシャルを初期ポテンシャルとして、追加されたのを実行しますということになります。で、これですね、供給と需要が残っている頂点をまず、 選びます、U と V を選びます。で、その最短 UV 路っていうのを補助ネットワークにおいて見つけると、まあ、ただし費用は簡略費用ですとです、ね。で、最短のに沿って、流とポテンシャルを更新するということをすると。で、最終的にラージ K のときに得られているものを、えっと、出力しますよということになります。いいですかね。で、この3番の部分ですね、こ,この部分が、まあ、さあの初めにあの復習で説明した築地最短の法の動きになっているということになります。 なりますということなので、まあ、最終的にこの得られる FK っていうのは、この地区最短路法で得られる最終の出力と同じなので、えっと、これによって最小費用流が必ず得られるということになります。まあ、だからこれは正当性になるわけですね。まあ、特にですね、このえっとスモール K がラージキーの時に、この2の K マイナス形状ていうのは1になるということがまあ重要で、えっと、それでちゃんとこの FK の時には、もともとの B に対する最小費用 B 流が得られているということになります。 ということを、ここに書いてあるとです、ね。でまあ、一応、読み上げますと、この容量試験リンクが停止するときには、出力は今考えているネットワークの最小費用ビデオになりますということになります。はい。で、あとはですね、だから、止まるときはこれでいいんだけど、本当に止まるのかということ、まあ、さっと、止まるまでにどれぐらい時間がかかるのかということを考えていく。で、ここら辺がですね、前回、いろいろと問題があったところで、ね、<laughs> 前回というか、教室で,ですね、教室で問題があったところで、 ここなんか怪しいですねっていうふうに言ってたところは、実は本当に怪しくって、まあ、成り立たないことを言っていたということになるので、まあ、今からは本当に成り立つことだけを言いたいと思ってるんですけども、また間違っていたらすいません。間違ってないはずですけども、えっと、言ってもね、あの教師では間違ってないことを言ってるつもりなんですけども、まあ、間違ってたりするんで、まあ、気をつけてやっていきます。アルゴリズムの動きとしては、そのスケーリングの段階を表す、そのスモール K っていうパラメーターがあったんですけども、まあ、それがどんどん1からラージ K まで動いていくわけです。 でそれぞれに対して、前の段階ので得られているフロー、粒をです、ね、2倍したものから始めて、蓄積最短の方を通して、新しい流を得ますということを繰り返していくわけです。で、この蓄積最短の方が動いている間っていうのは、前回やったその普遍条件というのはですね、必ず満たされているわけです。何なのかっていうと、その時に得られているポテンシャルっていうのは必ず、間客費用最適性条件を満たしているっていうわけです。 でだからその簡略費用最適性条件が必ず満たされているという状況は、この青いところですね、ここでは必ず言えてるんです、その地さ最短の方の動きから。だけども、この一連のプロセスにおいて、そこが途切れる可能性があるところがあります。どこかっていうと、この黒い線のところで、もともと出られている流を2倍するってことを行ったときに、変なことが起きる可能性があるわけです。で、それ、ちゃんと確認する必要があります。 つまり、まあ、第 i 段階から i プラス1段階に行ったときにこれ2倍するんだけども、2倍したもの、2FI ですね。2FI っていうのが、その今考えているネットワークと、このポテンシャル、今新しいポテンシャルはこれ PI なんですけども、この黒いところで,はですね。で、そういうときに、ちゃんとこの最悪、簡と簡略簡略された規制条件。 の不等式が満たされているかどうかということを確認しないと、この一連のプロセスがちゃんとその普遍条件を保ちながら動いているということが言えなくなります。で、まあ、別の続きと、これが言えてれば、ちゃんとこの全体としては、その普遍条件、この簡略最適性条件がずっとあの保たれていきますよということが言えているので、やっぱりその単調性から最終的に最小費用 B ルが得られますよということが、ちゃんと言えるということになるわけです。で、これをちゃんと確認しなくちゃいけない。 で、2番目で言ってるのは、これは計算量の話で、この、えっと、大愛反復が終わりましたと。この段階で、えっと、満たされている供給と需要はどんなもんですかってことを、えっと、ちゃんと見積もりますよって。ちょっとこれ、後でどういうことなのかってことを言います。じゃまずこの1番からやりますね。今考えているこの PI っていうのが、p a t i v ポテンシャルが、考えているネットワークと 2FI に対して簡約共済成条件の方公式を満たすってことを言いたいと。 でこれはまあ定義から定義に基づいて書き直すと何かっていうと、A2FI ってその 2FI というものだけ流れている状況の補助ネットワークですね、のこう UV に対して、この不等式が成り立つということを言ってるわけです。で、我々はですは、ね、この2倍する前は、この簡略費用最適条件の不等式を満たすということは、それは家庭、えっと、その前提として知ってるわけです。だからそれは使える性質なわけです。 だからこの A2FI のところが AFI のときには、この 2FI が FI になった不等式を生み出すということを知ってる。です。で、これを使って、上を示しましょうということを言うわけです。で、このときにですね、この固集合ですね、フォトネットワークの固集合ってどのように作られたんだっけなってことを思い出します。で、こんな感じだったと。もともとのネットワークで、この、えっと、A という個の上を FA に流れていたら、 どうするのかっていうと、FA という要領を持つこうを逆向きにつけましょうと。で、UA-FA っていうのを順向きにつけましょうっていう、こういうふうにして、このコネットワークを作るんでしたと、ね。じゃあ今、この FA が正だとしましょうと。FA が正だとしたら、それを2倍した後のもの、2FA も正なんですね。FA が正であることと、2FA が正であること、これ同値です。 まあ当たり前のこと言ってるまつまり何なのかっていうと、補助ネットワークにおいて逆向きの子があり,ありますか、ありませんかっていう状況は、2倍するした後と2倍する前ではこれ変わらないということなんですね。だから逆向きの子があるとすれば、この A2FI、AFI、どちらにもあるし、片方になければもう片方にもないということになります。いいですか。で、もう一個重要なのは、今考えているネットワークにおいては、容量は無限大なので、順向きの子はこれ必ずあります。 UA っていう無限大の値から、あ、値ら、ああいがいいないかな。UA 無限大なんで、無限大から何引いてもこれ無限大です。だから、これ必ず純向きの項これあります。だから、A2FI と AFI ってこの子の集合は全く同じなんです。全く同じ。で、子の集合全く同じなんですけども、実はここの費用も全く同じ。この簡とこの、この部分ですね。なんでかっていうと、純向きであろうが逆向きであろうが、純向きの項はあれば、それは CA っていう、 同じ費用を持っていて、逆向きのものもマイナス CA って同じ費用を持ってるんです。だから、ここに書いてある C2FI ってものと CFI、これも全く同じなんです。だから、実はこの2つの部分っていうのは全く同じことを書いています。だからここ、ここに集合も同じ、この費用も同じ。だから、この2つの条件は同じ。で、下の条件成り立つと言ってますから、上の条件も成り立ちますよということで、これ正しいんです。これっての確認事項ですね。これ正しいです。 まあ一応書いてあると、証明として、容量が無限大なので、この2つの集合は同じですということを先ほど説明しました。で、その時には、この費用も同じですよと。まあ、だから、成り立ちますということです。だから、実はまあこれは、今、容量が無限大であるという、えっ、ー、と、前提があるので、簡単に言えます。教室ではですね、ここが成り立つか成り立たないかということがよくわかんないということを言ってたんだけども、まあ、実際に成り立たない例があって、 で、ちょっとそれをですね、うまく処理できなかったので、こういう形になったと。で、一方で、容量が無限大だったら、ちゃんとこれ言えるので、よろしいということになります。ということですね。はい。で、これが一つ目の確認事項です。でもう一つ確認事項。大愛反復終了時に満たされるスケーリングの供給と需要が、これ以上ですよと言ます。これ何なのか、ちょっと戻り例に戻りますね。例に戻るとあんまり良くないんですけども。例に戻ります。 今、この段階では、三っていう、三、えっとえっと、えっと、供給としてはこう3だけ、えっと、ネットワーク内に供給されていて、需要も3だけ満たされているんで、満たされている需要や供給をこれ3であるというふうに思っているわけです。思っているわけです。いいですかね。で、それが、それを今 SI と言ってます。それを SI と言ってます。 でそれはこの量で、このえっと式で下から押さえられますと。これだけは必ず大愛反復後に満たされますよというふうに言っています。ただ、スケーリングしてねちょっとこれ、割ってるんですけども、まあ、そういう分だけ満たされると。で、何を言ってるのかっていうと、今ですね、この大愛反復。 を実行してる時にどんだけこの供給があるのか、どんだけ需要があるのかってことをまず見てみますと。で、そうすると、供給のほうはどうなってるかっていうと、それぞれの供給をこの2の k マイナス i 乗で割ったものの小数的が切り捨てたものが、各その供給のある頂点ですね、この BV が正である頂点 V に対してこと入ってきてるわけです。で、その相和っていうのが、この供給の相和なわけですね、この大間大反復における。 供給の相になってますで、まあ、そのうちのある量はもう、あのその前までにもう満たされてしまっているんだけども、えっとまあ、この数値としてはこれは出てきていると見た線います。で、供給の方も同じです。で、その前回、前回じゃなくて、えっと、教室で授業をやった後にその間違っている部分を直そうと思って考えているときに、これは、ま、困ったなって思ったのは何なのかっていうと、何かっていうと、もともとですね、このなんか B っていうその需要と供給を表す この関数があるんですけれども、関数があるんですけれども、最小費用流問題においては、この BV の和っていうのが、ゼロでなくてはならないんです。それは、需要と供給が一致しているっていう性質が成り立っている必要があるんですね。これはもともとその、えっと、最小費用流問題を考えるときの、まあ、条件とか前提、この入力に課せられている条件なんですけれども、こういうふうに、 スケーリングした後では、この需要と供給が一致していないことがありえます。で、それを私は見落としていて、これが良くなかったんですね。これが良くなかった。だけども、その、それ問題なんです。で、問題なんだけども、そのあの需要と供給がある頂点が、の残っている頂点がある限り、それに沿って流すってことをやるので、 どちらかがその、えー、とゼロになるまではこ、この大愛反復においては流し続けるわけです。で、流し続けて流せます。で、ということは何かっていうと、この、えー、と大愛反復が終わったときには、この満たされる需要と供給は、この供給の方の和、需要の方の和の最小値です。この最小の方、少ない方は必ず最終的に満たされます。で、まあ、それのことをエサイと言ってるというふうに思ってください。だから、 えっと、大愛反復終了後に目指されるスケーリングの需要と供給っていう、えっと、日本語が分からなかったら、SI の定義はこれであるというふうに思ってください。で、その意味合いがこの日本語で書かれているというふうに考えてもらってもいいです。で、まあ、もう一回言うと重要なのは何かっていうと、このスケーリングしている段階では需要と供給が一致している必要はないということですで。それがややこしい。<laughs> で、だけども、まあ、その少ない方、小さい方は必ず。 作り最短の方によって流すことができるということになります。で、今らやるのは、この最小、この2つのものの最小が、この右辺の式で、下から押さえられますよということを言います。じゃあ、この左側の方ですね、この瓶の左側の方、これはだから、供給の方ですけども、ちょっとこれ見ていきましょう。で、デカワックこれちゃんと正しくなっていてほしいんですけども、で、この今今こ左側の方ですね、そのまま書き,今書きましたと。で、今、えー、とこの切り捨てを外して、 不等号で置き換えましたという形になっています。ですかね。で、それで、前の方は、前の方をそのまま書いただけです。で、マイナス1があるんですけども、マイナス1はですね、この,あの供給のある頂点の数だけ足すんですけども、それはすべての頂点の数以下なので、まあ、マイナスがついているので、それを n に置き換えると不等号になりますよということになります。いいですかね。この n にはこの分数ついてません。だから、まあちょっと。 丁寧に書こうと思えば、こんな形になっていると。いいですかね。で、これでこの前の方を下から押さえましたという形になっています。後ろの方も同じように、まあ、この不等号の向きをですね、ただ変えたものが出てきます。今、まあ、不等号の向き変えたものがあったら出てきてます、ね。という形で下からこの2つ目の部分が押さえられますということになります。でそうすると,、えー、と、この2つの違いは、ここの輪だけになるので、その輪が小さい方が えっと、で、ちょっと待ってくださいね。ちょっと次見ますね。だから、この部分は下から、この部分ですね。の小さい方に前に出した2の k マイナス i 分の1乗、2の k マイナス i 分の1乗をかけてマイナス n したもので、下から押せられるという形になります。ですから、ね、で、ここを見るんだけども、ここは元々のネットワークにおける、ここは元のネットワークにおける、 えと供給ですで後ろ側は元のネットワークにおける需要ですで。さっき言った通り、元のネットワークにおいては需要と供給が一致しているんです。だからこの2つは実はこれ等しいです。この2つ実はこれ等しいです。いいですかで等しいので、それは何なのかというと、このすべての頂点における BV の絶対値の和の2分の1乗に2、2分の1をかけたものになるわけです。いいですかで、この部分整理すると、あ、ごめんなさい、この部分整理すると、ここですね、2の k マイナス i プラス1乗分の1になるということです。ということで、証明終わるということですね。いいですかね。ということになります。 で、これが分かると何が分かるのかっていうと、今ですね、えっ、ー、と、容量スケーリング法として全体的らこういう形になってるんだけども、何が言えるかっていうと、その、スケーリング段階を移動する、その大 i 反復からプラス1反復にいくと行くときには、流れてる量を2倍するので、その2倍したときには、満たされている需要と供給も2倍になります。ですね。うん。だから、えっ、ー、と、この、 K が1のとき、第1反復においては最終的に S1 だけ需要と供給が満たされるんだけども、初期値はマイナス 2S0。前の段階で満たされている需要と供給の2倍なので、この、えっと、第1反復における、えっと、反復回数っていうのは S1 マイナス 2S0 になります。ですか。そんだけしか反復が行わない、多くても。えっと、全て整数だから。 で、まあ、K が3の時にも、S3-2、S2 しかたかだか反復を行わないということになります。だから、この、書いてあるもの、この和が反復回数の上階になります。ですね。だから、反復回数っていうのは、反復回数で最短の計算を行う回数なんですけども、反復回数っていうのは、えっと、この Si-Si-1、あ、2です 2Si-1 の i が1から、 まで、これににななるとというここりますで,すかでこれが何であるか分かればよろしいと。そうすると、この反復回数の状態が得られますということになります。はい。で、それをやりましょうと。今、まあ、これですね。ちょっと、1から塗ってますけどですね。いいで,すねで、これは、計算するとこれになります。ちょっとこれ、ちょっと右下でやりますね。今、これ i が1から k。 si-2, マイナス si-1 si になってるんですけど、これちょっとあのバラバラに書くと、これは s1-2s0 プラス、えっと、s2-2s1 プラス、s3-2s2、2, S 2, 点々点,点プラス、sk-2sk-1 マイナスマイナス。2, 1, こんな形なんですよね。で、そうすると、えっと、s1 がここにあって、マイナス 2s1 があるので、これ、相殺します。 S1、これ消えて、ちょっと色が悪いから。S1 消えて、マイナス2の2が消えます。こんな感じになります。いいですか。で、消していくと、何が残るかっていうと、あ、で、S0 は0です。S0、は初めのところ、時には、えっと、重量は0ですから、その時に満たされている重量と時は0です。だから、これも消えますと。そうすると、残っているのは SK とマイナス、 マイナス S1 から SK マイナスというのはですね。で、これが出てくると。まあ、S0、0なのです。これ今、0含んでしまってますけども、まあ、そういう形になるということになります。いいですかね。ということで、これが得られると。で、そうすると、先ほどですね、SI はなんとか以上ですよ。 っていうのを言ってました。で、今マイナスついてるんで、その何とか以上ですよっていうふうに言っていた価解を、えっと、この、ここに入れると、ですね、この SI の価解をここに入れると、不等式が得られますということになります。いいですかね。正しいと思ってるんですけども、間違ってない方が。で、あとはこれ計算するだけになります。で、えっと、あ、すいません、ここ V プライムで、これ V です。すいません、これ V なんですけども。 V で、えっ、ー、と、こういう形になってまして、で、えっ、ー、と、ここら辺はそのまま残ってきて、ここら辺の和を処理すると、これは出てくるはずですということです。で、N が K 解されてるから NK が出てくると、マイナスマイナスでプラスということになりますね。で、そうすると、これは何なのかというと、これは何なのかというと、今、だからここのプライムもないんですけども、このプライムもないんですけども、ちょっとこの部分だけ出していきますね。この部分だけ出してす。 この部分は、えっと、2の形状分の1、2分の1で、えっと、これ、えっと、不等号で書くと、これ BV の絶対値なんで、の和なんで、これ、えっと、上から NB で押さえられますと。ということになります。で、Large K っていうのは、えっと、1プラスログ 2B の切り捨てだったので、この2の形状のところを、上から押さえると、これは、えっと、 B 分の1になりますと。で、2分の1、n B と。いう形なので、これは、まあえっとまあ、2分の N ぐらいですね。まあ、ちょっと細かいこところ違うかもしれませんけども、オーダーでは、オーダーでいうと N になります。で、後ろの部分、これ NK なので、オーダーの意味では、この前の部分のこれは、えっと、消えます。オーダーの意味では。で、K はこれだったので、オーダーログ B と、形になって、オーダー N、ログ B っていうのが最短の計算を行う形として出てくるということになります。ですかね。 で、最短の計算1回の計算量はダイクストラ法で、えっと、辺の数が、個の数が m だったときに n ロになるという形になります。ですかね。で、今、これは、えっと、もともとの入力の、えっと、容量が全部無限大の場合の話をしていたわけです。で、無限大でない場合には、えっと、容量が無限大じゃない場合には、無限大になるように、ネットワークを変換する必要があります。だから あ変換した後どうなのかって言うと、こういう形になると。で変換した後との、まあ、グラフの頂点数 n'5 数を m' で、えっ、ー、と、需要と供給の最大値を b' とすると、まあ、このような関係があったということなんで、全体の計算量は、これですね、そのプライムを使った式のダイクストラ法の計算量をかける反復回数になりますと。で、この m' と n' と b' のところに、ここに書いてあるものをすべて入れると、これが得られますと。 かねえっと、ちなみに、これ m プラス n ってここ書いてあるんだけども、これまあ上から 2m で抑えられるというふうに思ってすます。まあ、n は m 以下だと思ってます。ということで、まあ、こういう形になるということで、まあ、これ得られる。あ、ちょっとこの書き方いけないかな。オーダーで書くかこれはオーダーで m と。これもオーダー m というふうに思って、ここで書いてますと。で、なおかつ、この辺、まあいいや、こういう形になりますということで、 これが最終的な容量スケーリング法の計算量になります。ですかね。容量スケーリング法においては、これがジャクタ公式時間の計算量になるということになります。よろしいでしょうか。はい。で、えー、っと、まあ、これがちょっとその、あの、教室では間違っていたので、このような形で、えー、っと、今補足しましたということになります。はい。で、補足はこれ以上はないんですけども、えー、っと、あとですね。 の話主張追放の話になりますで主張追放の話は、えっと、教室でやったものは正しいはずなので、それは、えっと、教室で、えっと、行った授業をそのまま、えっと、お届けしたいと思いますので、それは別の動画になります。よろしくお願いします。はい、では、これ,これで、えっと、修正の部分はあの終わりになります。ありがとうございました。